皆さんこんにちは。現役時代は阪神タイガースと千葉ロッテマリーンズで活躍し、遊撃手としての数々の記録を残した元プロ野球選手の鳥谷敬さん。そんな鳥谷さんに衝撃的なスクープが入ってきました。なんと金銭トラブルを起こして訴訟問題になっているそうなのです。一体どういうことなのでしょうか。鳥谷さんは現役時代からたびたびスキャンダルが週刊誌で報じられることが多く、嫁もうつ病にかかるほどでした。素行不良は噂されていましたが、この金銭トラブルの噂も本当なのでしょうか。また市川海老蔵さんとの確執も噂されています。今回は鳥谷敬さんが起こした金銭トラブルの真相と今まで起こしたトラブルの数々を紹介していきます。鳥谷さんは早稲田大学を卒業後、2003年に阪神に入団しました。1年目から1軍で活躍し、長らく阪神のスター選手として名を馳せていました。2020年に千葉ロッテマリーンズに移籍した後に、2021年に現役を引退した後は野球評論家として活躍しています。2023年10月スタートの TBS 日曜劇場下克上球児での俳優デビューも決まっています。そんな鳥谷さんですが、阪神タイガースの大沢たかおと称されるほどのイケメンです。プロ野球選手としても華々しい活躍ぶりで、巧みなバッティングと華麗な守備でゴールデングラブ賞を何回も取り、一流選手としての地位を築いていきました。一流選手の地位を築き、高い年俸を得るようになった鳥谷圭選手は、とても派手な生活を送っていたようで、たびたび不倫スキャンダルを起こしていました。鳥谷さんは阪神タイガースに所属していた2005年に、現在の嫁と結婚されています。そのお相手ですが、高校時代の野球部のマネージャーだった女性なのだそうです。1歳年上の先輩だったそうなので、姉さん女房になります。鳥谷さんが高校2年の時から2人は交際をスタートさせたといいます。実は鳥谷さんが所属していた聖望学園高校野球部では部員とマネージャーの交際は禁止という掟があったそうなのです。嫁がマネージャーを引退するのと同時に交際を始めたことを明かされています。長い間交際した末の結婚なので純愛に思えますよね。華々しいプロ野球界が鳥谷さんを変えてしまったのかもしれません。鳥谷さんの浮気により悩んだ嫁はうつ病になってしまったとも言われています。最初に不倫が報道されたのが2007年でした。遠征先の東京で試合終了後、選手数名と合コンを開いていました。翌日もその合コンメンバーの A 子さんとホテルに宿泊、次の日同合コンメンバーの B 子さんと試合後寿司デート、そしてその2週間後には A 子さん含む4人で試合後カラオケへ行き、その翌日には B 子さん含め明け方まで合コンが盛り上がり、翌日B 子さんが深夜に鳥谷さんの泊まるホテルへ入り、なんと朝帰りをしたというのです。この派手な遊びっぷりに写真週刊誌フラッシュは夜の三冠王と称して大々的に暴露しました。この夜の三冠王の称号は現代まで語り継がれるほど鳥谷さんの代名詞ともなりました。長男が生まれた年の不倫報道ということもあり、さすがに球団も放置できず鳥谷さんに厳重注意しました。その後しばらくは品行方正におとなしくしていたかは不明ですが、2013年に2度目のスキャンダルを起こします。美女21人とクルーザーで大公開したという内容でした。その女性陣はプロのホステスだったそうで、美人さんばかりだったようです。ただこの日はホテルへ行ったなどの事実はありません。単に公開を楽しんだだけなのか真相は不明ですが、それにしても派手な遊び方をしますね。お金があるとこうなってしまうのでしょうか。こうして遊んでいる間、お嫁さんは子供5人とお留守番ですから、なんという気持ちになるでしょうか。鳥谷さんに2度浮気のスキャンダル報道が出て、そのことで嫁は悩み心を痛めてうつ病にかかったと言われています。これは誰もがうつになってもおかしくないスキャンダルですね。夫の浮気が平気な嫁はいませんし、報道があったことで子供への影響も心配でしょう。しかし病気の公表があったり、通院していたところを抑えたような事実はありませんでした。姉さん女房ということもあり、この辺りは肝が据わっているのでしょうか。また鳥谷さんは市川海老蔵さんとトラブルを起こしたことがネット上でまことしやかにささやかれていました。ただこの真相は本人が言及しています。鳥谷さんが2019年12月30日に放送された関西テレビのバラエティ番組小籔るスポーツ大忘年会 SP に出演した際に、司会の小籔一豊さんがネットでの噂なんですがと言いながら危ない質問をぶつけました。小籔さんが聞いたのは、昔鳥谷さんと一緒に飲んでた赤星さんに酔った有名芸能人が腕相撲を挑んできて
それを鳥谷さんが相手をして秒殺したという話があるが、それは本当ですか？という内容でした。番組では実名は伏せていましたが、この有名芸能人とは市川海老蔵さんのことです。市川海老蔵さんといえば、2010年11月に飲みの席で半グレ集団関東連合のメンバーとトラブルになり、暴行を受けて大怪我を負ったことが大きな話題となりました。市川海老蔵さんは事件の被害者ではありましたが、暴行を受けた原因は酒の席での態度があまりにも悪かったからとも言われていました。そうした中で、当時市川海老蔵さんの酒癖の悪さを示すエピソードとして、酔った海老蔵が偶然同じ店に居合わせた阪神の赤星に腕相撲を挑み、一緒にいた鳥谷が受けて立って秒殺したという話がネット上にまことしやかに流れたのです。小籔さんはこの件について聞いたわけですが、鳥谷さんはこの質問にきちんと回答しました。その答えは半分は合ってますというものでした。小籔さんに聞かれ、鳥谷さんはある芸能人海老蔵が腕相撲を挑んできて自分がやると言ったのは本当だが、周りに止められて実際には腕相撲はやらなかったと答えていました。さらに、赤星さんにやらせるわけにはいかないと思った、自分は勝っても負けてもどちらでもいいのでとも発言していました。ネットの噂にプロ野球選手がはっきりと真相を明かした上、そのままオンエアされるのは異例のことです。ただ半分は合っていると言っても、市川海老蔵さんが酔って絡んできた部分は事実だと認めています。かつての市川海老蔵さんの酒の席での失礼な振る舞いと酒癖の悪さが改めて明らかにされました。では、そんな鳥谷さんが金銭訴訟トラブルを起こしたというのは本当なのでしょうか？真相を探っていきます。俳優デビューも決まっている鳥谷さんは G クルーという芸能プロダクションに所属することとなっています。この事務所の社長を務めるのは後藤和雄氏という人物なのですが、この後藤氏からの被害を訴える告発が続出しているというのです。同社を知る関係者たちから鳥谷さんに怒りの声が上がっているというのです。鳥谷さんが彼の事務所に所属したと知って愕然としました。思い出すだけでも胸が苦しくなりますが、これ以上被害者を増やしてはならないと思い、事実を話すことにしました。後藤氏についてこう告発するのは振付師の新垣久子さんです。1990年代に安室奈美恵さんと共に一世を風靡したスーパーモンキーズの元メンバーです。2015年、後藤氏からダンススクールをやろう、EXILE のヒロとも知り合いだからつなげてあげられるよと持ちかけられた新垣さん、結局ヒロさんを紹介されることはありませんでしたが、ダンススクール自体は発足したそうです。新垣さんは講師として生徒たちにダンスを教える傍ら、AKB48 の派生ユニットの MV で振り付けを担当したり、ダンサーを手配したりと精力的に動いていましたが、すぐにギャラの支払いが滞るようになったそうです。支払いを催促しても何かと言い訳をつけて払おうとせず、結局新垣さんが70万円以上のギャラを立て替えてダンサーたちにギャラを支払いましたが、信用を失い多くのダンサーが離れていったそうです。新垣さんは東京簡易裁判所に支払い督促を申し立て、さらに警視庁にも被害相談したそうですが、後藤氏はやがて音信不通になったそうです。また後藤氏が起こした金銭トラブルはこれだけではなく、出資話を多方面に持ちかけて金を集めたり、かつて所属していた元 NMB48 の上西圭さんとも未払いトラブルを起こしているそうです。そんな悪名高い芸能事務所にまんまと乗っかってしまった鳥谷さんに、周囲からは不信感が募っているようです。お金をたくさん持っているプロ野球関係者は何かと怪しい話を持ちかけられがちで、金銭トラブルはつきものです。知らず知らずのうちに犯罪の片棒を担いでいたなんてこともざらにあるので、鳥谷さんも用心してほしいものですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。